中心気圧を海上に置いて記録した台風である。この台風は日本列島を縦断して全国に影響を及ぼし、北海道にも甚大な被害をもたらした。また、中心気圧の他にも台風として数々の記録を残した。新路ズ1979年10月6日15時頃、トラック島の南東海上で熱帯低気圧が 台風20号に昇格。台風は、発生時の勢力は、中心気圧996ヘクトパスカル、最大風速秒速18メートルであったが、8日頃までは、ホール諸島付近で複雑な動きをして停滞し、その間に徐々に発達。9日15時には、北上して、マリアナ諸島の南東に達し、中心気圧は980ヘクトパスカルになって、 暴風域を伴った。その後は西寄りに進みながら急激に発達して、11日3時には920ヘクトパスカルまで気圧が低下。同日9時になると北寄りに進路を転じながら発達し続け、12日15時に沖ノ鳥島の南東で、ついに最盛期を迎え、観測史上世界で最も低い中心気圧となる870ヘクトパスカルを、 記録した最大風速は秒速70メートルであった。台風のみならず、ハリケーンやサイクロンを含めても、これより低い熱帯低気圧の中心気圧の記録はないことから、史上最強の熱帯低気圧となった。その後台風は、再び西寄りに進み続けて890から925ヘクトパスカル程度の低い中心気圧を維持していたが、 16日3時にフィリピンの北東海上に達した頃から再度北に進み始めるとともに勢力も衰え17日から18日にかけて沖縄や奄美などの南西諸島付近を北東進そして次第に速度を速めながら九州、四国の南海上を通過し19日9時30分に 中心気圧965ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートルの勢力で、和歌山県白浜町付近に上陸。上陸後は、本州を縦断して、岩手県北部から太平洋へ抜け、北海道串路市付近に再上陸し、網走市付近からオホーツク海へと進んだ。本州通過時には、時速95キロメートルという猛スピードで駆け抜けた。 台風は20日3時に温帯低気圧に変わったが、温帯低気圧は再発達して、同日15時には950ヘクトパスカルまで気圧が下がった。そしてアリューシャン列島沿いに通信後、22日には成形域へ出た。台風20号とサイクロントレーシーの大きさを比較、この台風は中心気圧が史上最も低くなっただけでなく、 台風としての記録を数多く残した。気象庁によって解析された140キロトンの最大風速は台風の最大風速の記録が残る1977年以降第1位の記録である。暴風域は直径740キロメートルと非常に大きく、さらに猛烈な勢力であった期間は66時間に及び1977年。 以降4番が目に長い記録となった。総移動距離も 6872km と非常に長かった。この台風は大型で暴風域が極めて広く、日本列島接近時でもその直径は 650km に及んだため、ほぼ全国を暴風域に巻き込んだ。午前中に上陸した台風は午後にかけて中心が来た。 関東を北東へ進んだため、南関東は台風進路の右側に入ってしまい、暴風が吹き荒れた。千葉県立山市で最大瞬間風速秒速50.0メートル、東京で秒速38.2メートルを記録し、鉄道や高速道路などの交通機関が麻痺状態となった。北海道網走市でも秒速37.4メートルの 最大瞬間風速を記録している。北海道東部では、漁船の遭難や転覆などが相次ぎ、釧路市では死者、行方不明者67人となり、道内全体での死者、行方不明者は72人となった。また、前線の影響もあって、九州南部や四国、紀伊半島や東海地方などでは400ミリメートルを超える大雨となり、 紀伊半島での雨量は900ミリメートルを超えた。19日には、静岡県伊老崎で8.24メートルの言う、義波港を観測している。伊豆諸島の神津島では、前浜全体で、高潮が発生し、前浜港の県庁所では観測史上最高となる229センチメートルの潮位を記録した。台風による被害は、死者110人、行方不明者5人、 負傷者543人に及んだほか、重火全壊139棟、半壊1287棟、床上浸水8157棟、床下浸水47943棟、高地被害25451ヘクタール、船舶被害19隻などとなった。被害総額は1057億円に達した。なお、 一つの台風で100人を超す死者が出たのは2020年の時点でこれが最後の事例である。昭和54年台風第20号の中心気圧870ヘクトパスカルをさらに下回る中心気圧は今後記録される可能性は非常に低いと考えられている。つまり台風の中心気圧の記録更新は今後は事実上不可能と言える。 その理由は、現在の台風情報で発表される台風の中心気圧は直接の観測地ではなく、観測所に近い場合を除いて、ドボラックポーによる解析地であるためである。昭和54年台風第20号の中心気圧870ヘクトパスカルは、米軍の気象観測機により実際に観測された値である。ドロップゾンデを。 台風の目の中に落下させることで台風の飛行機観測は行われる。しかし、このような台風の定常的な飛行機観測は危険が伴うこともあって昭和62年の台風11号をもって終了しており、現在は台風の勢力は気象衛星からの見た目で判断されている。現在は実際の観測地ではなく、 過去の統計を元にした平均的な値を台風の中心気圧としているため870ヘクトパスカルを下回る記録外出ることは臨時の飛行機観測が行われるなどのことがない限りほとんどないと考えられる。現に飛行機観測からトボラックポーによる観測に切り替わって以降中心気圧が900ヘクトパスカルを下回るような 台風の発生は激減している。過去に900ヘクトパスカル未満の中心気圧を記録した台風のほとんどは気象衛星による観測が開始される以前の台風であり、米軍の観測機が直接観測していたことから非常に低い気圧が記録されていたのである。ありがとうございます。